可愛いステッカーいただきました。これ双子さんかな。綺麗なストライプですね。可愛い。オスっぽいです。オスっぽいです。オス、うん、せーの、トカゲのおっさん TV 始まるよ。はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、中継販売の方が1件入りましたのでご紹介したいと思います。中継させていただくショップさんなんですけど、岡山県にあるカメの楽園さんっていうとこですね。主にカメの販売をしているお店なんですけど、まあ、今回縁があってね、中継することになりました。はい、ということで今日のまた午前中に到着いたしますので待ちたいと思います。はい、ということで無事に到着しました。早速開けましょうね。はい、お、なんか入ってる。これはちょっと見せれない書類かもしれないですね。この封筒の中ね、見せれるやつでした。ステッカーいただきました。ありがとうございます。かわいいかわいいステッカーいただきました。これ双子さんかな。はい、封筒が2個あったので多分もう1個にもね入ってるんだと思います。さあどうかな。今の時期は問題ないと思うんですけど、おお、ちゃんと元気そうです。大きめな入れ物に入れてくれてます。よいしょ、出てきて。なんかひっついてる、なんかひっついてるよ。はい、出てきました、出てきました。どうもどうも。今回ね、岡山県からの発送なので輸送も1日で届くので問題なさそうですね。はい、綺麗なストライプですね。かわいい。で、今お昼なんですけど、あと1時間ぐらいしたらねお迎えに来られるということなので、なんか飼育ケースにね移してもいいと思うんですけど、逆にねストレスになっちゃうと思うので、このままお渡ししようかなと思います。今回ね、この子をお渡しするだけの動画になるので多分短いと思うんですよね。なので受け渡しの時もちょっと撮影させていただこうかなと思ってますけど、お客さんが OK くれたらの話になるんですけどね。かわいいね。はい、ちょっとね今から水分補給さしときたいと思います。ちっちゃいんですか。いや、もう割と大人ですね。嫌がっ嫌がっとね。見せて見せて。一応今さっき水分補給だけはしてるんですよ。はい、その、あ、オスっぽいです。オスっぽいです。オス、うん、で、その今飼ってるのは、まあ、私が見た限りオスっぽいなみたいな感じですオス同士はちょっとね、できないんですよ。喧嘩しますマジか、うん、こいつも忘れたか。ケージ、ダントツが難しいな。ダントツなしはきついですよね。部屋自体を温めるとかいったら別になるんですけどね。ケージか、そっか、どうしようかな。一匹にダントツ1個っていう感じなんですね。はい、いかがでしたでしょうか。中継販売の2
西阿久さんをね見ていただきましたけど、ストライプが綺麗な可愛い男の子でしたね。はい。でお客さんの方は西阿久さんを飼育するのが2匹目ということで、なんかいろいろまだ分かんないことが多くて、飼育設備とかねアドバイスいろいろしましたけど、なんか緑商会さんから発売されているセットオンっていう商品があるんですけど、まあ、それをネットでちょっと調べて、まあ、買ってしまって、まあ、後々2匹目が欲しくなって、セットオンで2匹飼えないですかっていう悩みがありましたけど、本人はなんか聞く人が周りにいなくて、まあ、ネットで調べて、まあ、買ってしまったっていうことで、おっさんもね最初の頃はすごいいろんなものを買って無駄になったものとかもあるので、まあ、そういう人がね結構多いんじゃないかなっていう感じがしましたね。はい。もしね視聴者さんでなんか飼育設備どうしたらいいですかっていう悩みがありましたらね、コメント欄の方にコメントしていただけると答えますので、ぜひコメントしてみてください。そんな感じで今回亀の楽園さんの生態を中継販売したんですけど、おっさんの店舗の生態も中継してくださるということなので、また1店舗ね加わりましたね。で前回の動画のカルメットさんも中継 OK ということなので、全部で8店舗ですね、おっさんの店舗の中継をしてくれるショップさんは8店舗になったということで、まあ、ここら辺にね載せときますけど、中継してくださるということなので、お近くの人はねぜひ検討してみてください。はい、そんな感じでね今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。